松平康史東2月5日から1994年5月4日は日本の外交官。おじは元在アメリカ合衆国日本大使、クルスサブロー。東京府東京市で松平一サブローの長男として生まれる。改正中学校第一高等学校を経て1926年11月高等試験外交科試験に合格。 1927年3月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1927年4月、外務省に入省し、同省在外研究員として、フランスに留学した。外交官補、フランス在勤、外務事務官、条約局、第2課勤務、外務書記官、条約局、第2課長を歴任。1941年1月、 大使館に当初期間、アメリカ在勤となる。日米海戦に伴い、1942年8月に交換戦で帰国した。同年12月、条約局第一課長に就任し、1944年4月、一等所期間、ソビエト連邦在勤となる。戦後、臨時外務省事務、調査局長を務め、1949年11月に退官した。 1950年6月、第2回参議院議員通常選挙で、全国区に自由党公認で出馬したが落選した。その後、外務省参与、中カナダ大使、中国連代表部大使、中インド大使を歴任した。国連大使であった1961年2月21日、外務省外交問題懇談会で、国連警察軍への派兵は、国連協力の根本をなすもの。 と発言し問題か。2月24日、首相、池田駿人は、参議院で、同発言を否定した。母書は、石川県金沢市の妙喜びでら。石川県金沢市、東京府。ありがとうございます。